こんにちは、きななです。今日は今月の新作のこのカインドレッド、これを作っていこうかなと思います。まあね、ちょっと周回遅れになる時と、今月みたいにね、今月届いた新作で作る時が出てくるんですけども、これ優しい色だから作りたくて、これでしようかなと思います。チャームパックほとんど2枚ずつ入ってるんですが、これとこの反物で入れたこれですね、かわいい野いちご、このピンクが優しいので、これとこのちょっと大ぶりなお花、土台のこの黄色が村染め風になってて、これすごく素敵なんですね。なかなかね、写真では伝わらないんですが、土台布が黄色の濃淡になって、キャンバスに油絵を塗ったような感じになってるのがすごく素敵なんですよね。これなかなかお伝えできないのが残念なので、今回ちょっと作ったらね、ニュアンスが出てくるかなと思って作っていこうかなと思います。この前回作ったこのパターンもすごく好きなんですけれども、作るのがすごく大変な作品ほど出来上がったら感動するっていう、象徴的なものなんですけども、本当に手縫いでしか縫えないし、ここの重なりをきっちりと縫わないといけないことで、ピーシングがすごく大変なこのパターン、こういうのも好きなんですけども、ここまでは至らなくても、このね、チャームパック 12.7cm、 これね、このサイズでできる、まあ、そこまで手がかからないパターンっていうのをね、していこうかなと思います。ではこのね、反物で入れたこの2種類をこのサイズ 12.7 センチにカットしていこうかなと思います。チャームパックに入っているこの台紙、これを利用して型紙を作っていこうかなと思います。斜めに線を引きたいんですが、左端から4センチ、右端から4センチのところ、結んだこの線カットしていきます。はい、こんな感じで2分割して、反物の方、こういう風にしてチャームパックサイズにカットしました。これチャームパック、同じサイズです。で、向きをね、こう縦に揃えて置いてます。で、こう伸びる方が横、伸びない方が縦です。で、こんな感じで、で、これがチャームパック。で、これをこの線に沿ってカットしていきたいなと思います。では18枚、18枚できました。じゃあ並べていきます。はい、こんな感じで、ここの重なってるところをこう風車のように開きたいから、このトキッと切って違う方向に倒してなじむようにしました。 4×6 でね、こんな感じで画面にちょうど入るので、こんな感じにしました。この土台布のこの生地、これ横にね、この生地とこの生地2種類使うことによって、このね、ブルーとか黄緑とか散らして可愛らしい感じになったかなと思います。これね、もっともっと増やしたら大きくなっていくので、 6×6 でおちゃんパック半分使ったので、まだね、ちゃんパックこの倍残ってます。なのでね、72枚ぐらいできるので、この形の4倍ぐらいのタペストになるかなと思います。そしてこのね、ここが4枚しか重なってないので、前回のね、このこんな感じですごい6枚重なってると
手縫いでしか縫えませんが、これはもうミシンでスイスイ縫えるので、このパターンは私は好きです。ここでしか重なってないからすごく縫うのが楽なパターンです。こんな感じで完成です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。